行け。さあ、そう。そう。パンダー。かまじますです。フレミです。この間の船伏祭りで、はい、まあ、船伏選手にこれを教えてほしいっていう質問なかったっけ？あれですね、短いボールを打った後に次深いボール来たらどうやってストロークしたらいいですか。短いボールの後のストローク、つまり下がりながらです、うん、まあまあこれ、そうそうそう、確かにその試合中後衛の人は、ね、そういう展開多いよね。確かに人って前のボールは処理できるんだけど後ろに下がる動作ってどうしても難しいよね。遅くなるんでやっぱそう下がりながらストロークって一番難しいかなと思います、うんうん、じゃあ今回はその、はい、短いボールを処理した後下がりながらこうじゃあやっていきたいと思います。さあ練習付きでじゃあ教えてもらっていいですか。OK です、はい、練習付きで。じゃあ実際に部活動で使える練習メニュー付きで、うん、じゃあ教えていきたいと思います、はい、じゃあ行っていきましょう。レッツゴのストロークで大事なコツが3点ありまして、まず1つ目は一番大事なんですけども、しっかり体を効率よく使ってほしいと思います。どうしても後ろから下がって打つボールだと前から後ろに行くっていう体重移動がしにくいので、今回は体をクロスさせる動作でパワーを生み出したいと思います。なので下がりながらも打つときは後ろ体重で打つんじゃなくて、下がりながらも打つときはクロス、体をクロスさせた力を利用してボールを飛ばすってことが一番重要。これがまず1点目。で2点目なんですけども、下がりながら打つのでどうしても後ろ右足重心になってボール、まあ、頭も傾いてちょっとロビング打ちたくなる体勢がこうやってボールを下から見るような体勢になりがちなんですけども、こうなってしまうとすぐスマッシュ、相手に全員に追われたり後衛にチャンスボール打つと思われるので前に詰められるので、しっかり後ろに下がりながらでもしっかり後ろに下がらないようにしっかりボールを上から見るような形を作って、ここはこらえてください。バランスを崩さないようにしっかりボールを上から見るっていうことを牽制するっていうことを忘れずにしてください。で最後3つ目なんですけども、どうしても前に行ってから後ろになると頭がすごい動きます。多分不安定でなおかつ後ろに下がる動作っていうのは難しいので、去る時も後ろに下がって頭がぶれやすいので、後ろに下がりながらショットまではしっかり頭をぶらさずに打って次の動作に入ってください。そうすると打った後の次にもいい影響を及ぼしますし、ショットの正確性、精度にもつながると思うので、この3点を意識してやってみてください。
そう。パス。ありがとうございました。ありがとうございました。確かにその練習をやったら、はい、そのちゃんと短いボール処理した後も下がりながらでもミスらないような形が作れそうだね。そうだね。もうそれできたらもう負けないね。確かに。そうね。もう試合で最重、まあ、最重でトッププレイヤーでも戦術の中にすごい入ってる。やっぱ崩しだから前に崩してその後後ろっていうのは。これミスらなかったら。負けねえな。負けないと思う。もらったな。もらった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 。オッケー。これやったらもうみんな強いよ。最強だわ。強くなれる。強くなれる練習。しかもね、練習メニュー作ったから。そうそうそう。明日からの練習にね、取り入れて。すぐ活かしてもらって、実践してほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。では今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。